はい、皆さんこんばんは。KYC ひでこと池端秀幸です。はい、5月9日メイクの日を記念してですね、今回は J マンウィークということで、毎晩9時から10時まで、各理事の方が担当でですね、素敵なメイクの情報を流していただいております。今日は特にですね、僕も37からこの KYC というねメイクアップの仕事をしたんですけども、その時にやっぱりどうしても自信のない自分の腕をなんかこう、自信をつけたいということですね、この検定に臨んだわけですけども、今回そのメイクアップのアーティストになりたい方もそうですけども、一般の方々でもメイク、自分のメイクがいいのかどうかということをですね、ある基準を持ってこれ合格ラインやとかね、分かるような、そういうねすごく分かりやすい検定の内容、どんなメイクがいいんだろうかとかね、どういうあのメイクがナチュラルって言うんだろうかとか、そういういろんなことをですね、なんといってもジェイマンのメイク検定委員長ですからね、委員長の福島さんがですね、今日もしっかりと解説をしていただきますんで、ぜひぜひ、皆さん最後までご覧になってください。最初はちょっとジェイマン検定というとですね、なんとなしに堅苦しい思いがあるか分かりませんけども、まあ、検定というよりかね、要はその上手なメイクをするのはどうしたらいいかというね、そういうことになりますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。それではですね、福島さん、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。福島と申します。今はですねヘアメイクをしておりまして、ジェイマンですと、検定委員長という形で、担当させていただいております。はい。で、今ですね、検定委員長という形で、活動もさせていただいてるんですけども、よくよく考えてみたら、やはりね、検定のことをですね、しっかりと、皆さんにですね、内容を細かくですね、お話ししたことって、実はそこまでなかったんじゃないかなと、改めてこの機会をね、設けていただいて、じゃあ、しっかりとちょっと、まあ、検定委員長として、ジェイマンのことも知ってもらうっていうのもそうですけども、例えば、まあ、技術もそうですし、あとは、メイクの考え方、はい。そういうものをですね、例えば、プロの方なら多分わかると思うんですけども、まあ、一般の方ですと、まあ、ただね、色をつけてるだけじゃないんですよっていうのがですね、多分お話を聞くとわかるんじゃないかなと思います。はい。で、さらにですね、検定、何種類か種類がありますので、その中で、まあ、検定の審査のポイントであったりとか、合格する、ね、ここが気をつけていいですよというところも、お伝えをしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、では、これからですね、パワーポイントの方、やっていきたいと思います。で、はじめはなんですけども、検定という形なので、先ほどね、池端先生もおっしゃってたんですけども、ちょっと規定とかありますので、ちょっと文章多いんですよ。なので、ちょっと、文章ちょっとね、ちょっと見ていただいたりとか、ビジュアルもちょっと用意しておりますので、なるべく楽しく、進めていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。はい。ではですね、こちら、今、パワーポイント見てもらっていますけども、はい、ジャパンメイクアップアーティストネットワークですね。はい、J マンメイクアップ技術検定。はい、今ですね、私、まあ、お仕事でも、ヘアメイクという形で、現場で活動もしているんですけども、で、その時によくよく考えると、やはり、ナチュラルメイクといって一つとってもですね、例えば現場によって、ナチュラルメイクの定義って結構違うんですよね。はい。例えば、一般の方にあるナチュラルメイクもそうですし、例えば、舞台上のナチュラルメイク。はい。で、例えば舞台上ですと、まあ、照明当たったりとか、お客様が、やはり、近いところで会うわけ、遠いところで観客席と舞台って距離ありますよね。なので、遠くから見ても、お顔がわかるように、少しですね、一般的なメイクアップにも少し、まあ、形であったり、色を強調して、まあ、ナチュラルに見せていく。というように、まあ、いろいろですね、メイクアップの種類、現場によっても様々変わっていきます。はい。で、私もですね、20年以上美容をやってますけども、もう今でもですね、本当に発見ばっかりしてますので、それがやっぱりメイクの楽しさにもつながってくるんじゃないかなと思っております。はい、では、話に戻しまして、では行きましょう。はい、まず、検定のお話なんですけども、メイクアップ技術検定ですね。はい。こちら、今ですね、大きく3級、2級、1級、そしてインストラクター検定というものがありまして、その後にですね、認定講師試験というものもあるんですけども、多分皆さんにね、馴染みがあるのは、3、2、1インストラクターになっています。
はい。で、実はですね、もう始まって多分20年ぐらい経つんですよ。はい。その時は私はね、検定委員長ではなくて、逆に検定を受ける側としてですね、受験していた立場なんですけども、はい。ではですね、その検定についてのちょっとお話を、どんどんですね、進めていきたいと思っております。はい。まずですね、こちらですね、はい。なぜ検定があるのか、はい。こちらの説明をですね、ちょっとね、お話をしていきたいと思います。はい。まず一つはですね、これはジェーンマンができた理由の一つでもあるんですけども、やはり、日本のメイクアップアーティストの地位を向上しましょうと、立場としても。はい。で、その辺に伴ってですね、やはり、日本全体のメイクアップアーティストの技術を上げていきましょうということで、技術検定というものができました。さらにですね、こちら、はい。皆さん感じていると思いますけども、美容業界、いつもバージョンアップされております。はい。で、これはですね、やはり、まあ、今でもね、新しい美容の成分が発見されたりとかですね、あとは、メイクの方法、あと美容機器。はい。今本当に電気針とかですね、すごく高いね、エステ系の機器とかもいろいろ出ておりますよね。そういうものはあります。で、そして、はい、メイクのトレンドであったりとか、新しいコスメの商品ですね。はい。そういうものもね、どん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 出ていく。なので、逆に、情報というものもすごくですね、今、SNS の影響で広がっていますので、いつでも自分でチョイスできるような。はい。で、逆に、自分で調べないと、やっぱり見つからないっていう情報もあったりしますので、やっぱりそれもね、やっぱりアンテナをしっかり立てながらですね、情報を見つける。そういうきっかけにもなってくると。はい。これ4番。その中で自分がどのぐらいの技術レベルなのか判断しづらい。これは、まあ私もまあフリーダンですけども、やっぱり一人でやっている場合もそうですし、あと一つの会社であったりとか、一つのブランドで働いている方、はい。そこのやり方がもちろんね、あると思うんですけども、それをずっとやっていくと、これは果たして正しいのかどうかであったりとか、周りから他の業界から見て自分のレベルってどのくらいなんだろうって結構ね、判断するのが難しい時って結構あるんですね。で、そういうことに対して、やはりその検定というものを受けることによって、まあ、レベルが分かったりとか、チャレンジをしていく。そういうふうにつながっていきます。はい。そして、最後の5番ですね。はい。はい。で、この検定というものがあるおかげでですね、やはり、受ける準備をする。はい。勉強ですよね。そうすることによって、まあ今までなかった美容の知識であったりとか、まあ、あとはまた情報。あとはメイクの捉え方の考え方っていうものが、よりですね、捉えやすくなっていると。はい。技術レベルアップできるってことですね。はい。では。で、その移り変わりの多い中なんですけども、やはりこのメイクアップ、その中でもですね、もちろん、変わらないもの。はい。普遍な部分があります。で、それはですね、やはり、このマナー。例えば、自分自身の身だしなみであったりとか、モデルさんに対しての、まあ、タッチの強さ。はい。そういうものもそうですし、あと、メイクアップの基礎技術ですね。眉毛左右対称にかけるか。はい。アイシャドウのグラデーションができるかどうか。はい。リップラインが綺麗かどうかですね。そういうものであったりとか、まあ、肌の、まあ、表皮、真皮。ありますよね。はい。あと骨格、頬骨、チークボーン。はい。そういう名称っていうものは基本的に変わりませんよね。はい。で、そこがですね、主に、まあ、底辺の土台になって、土台になっている部分なんですけども、そこが一応 J マンですと、はい。3級の内容というふうになっていきます。はい。で、ですね、また細かくですね、これから説明をしていきますので、はい。大丈夫ですかね？文章ばっかりなので。ちょっとどんどんいきますね。はい。はい。で、検定の種類です。はい。大きく分けて、3級、2級、1級、それぞれあるんですけども、一応まあ、一言で言うと、まあ3級は、まあ、フルメイクのナチュラルメイクと筆記試験があります。はい。で、2級は、テーマに合ったイメージアップを仕上げることができる。そして1級が、まあ、ヘアメイク、ファッションを含めたトータルビューティー。インストラクター検定が、まあ、テーマを決めて、まあ、講義をすると。模擬講義ですね。そちらの方の内容になっているんですけれども、本日全部すごく丁寧に説明すると、時間がなくなってしまいますので、本日は、主にですね、メイクの実技のところですね。まあ、
3級、2級、1級ももちろんお伝えはしたいと思うんですけども、結構ですね、3級は結構皆さん受けられている方が結構多いんですけども、さらにそのステップアップですね、2級の部分でちょっとどうしようかなって悩む方が多いというのを私聞いておりますので、本日は、まあ、3、2、1もご説明はするんですけども、2級の部分ですね。そちらにですね、ちょっとね、ボリュームを当ててですね、説明をしていきたいと思っております。はい。では行きましょう。はい。まず、こちらですね。ゲイマン検定のグッドなところです。はい。これはですね、他の検定協会さんとも違う部分もありますし、そちら、ちょっとね、わからないとどういう差があるのかなって考える部分もあると思うんですけども、一応ここは、ジェイマンの良いところだと私は思ってますので、ご紹介をしたいと思います。はい、まずですね、はい、審査員は、現役で活躍している、メイクアップアーティストが担当しております。はい、なので、いろんな現場で活躍している方、そちらがですね、審査員という形で、受験者の技術レベルをチェックしております。なので、やはりですね、仕上がりを結構、やっぱり、メイクアップって大事じゃないですか。なので、その下見てください。検定指定のコスメや、道具など、そういうものはね、規定、ありません。例えば、他の協会さんですと、この教材を使ってくださいとか、そういう指定はある部分もあるんですけども、一応、ジェイマンですと、そういった指定のもの、はい、コスメであったりとか、道具、ブラシをこういうのように使ってください。このレッスンの下にもあるんですけども、決まった手順ですね。はい。で、こういう形で、こういう順序で書いてください、などとですね、そういう順番というものの規定はありません。はい、ただしですね、ジェイマンの認定校さんもありますので、それは認定校さんの中で、例えば企業、ブランドの中でこの道具を使いましょうであったりとか、こういうやり方でやりましょうというふうに、逆にそういうところは、認定校さんの中で決めていただいて、進めやすいように、カスタマイズしていただいても全然 OK でございます。はい。はい、続いて、はい、その下。はい。3級に関してなんですけれども、3級は、その日に、はい、合否が確定をしまして、で、その後ですね、その時に審査をした、審査員がですね、メイクアップのアドバイスを、する形になっております。なので、直接、どこが良かった、悪かったかっていうのも聞くことも、はい、受けることも、はい、質問することも可能でございます。はい。で、認定証も発行すると。はい。で、さらにその下ですね。はい。3級は、入会はせずにですね、その誰でも受けることが可能ですね。2級から、入会が必要という形になっております。で、今ですね、こちら、はい。コロナ対策、はい。今、結構大変ですよね。はい。で、やはり検定も少しですね、減っている、今の時期、少し、中止になっているというのももちろんあるんですけども、やはりコロナ対策もしっかりしております。で、私も現場ですと、検定以外でもこのような、はい、消毒もそうですけども、こういうものも用意して、まあ、マスクもしてですけども、はい、現場でヘアメイクをすることが今、当たり前になってるんですけども、まあ、これ、逆にこれ以外は、例えば消毒であったりとか、使った道具を常にきれいにするっていうのは、従来通りの美容やってる方だったら多分ね、当たり前だと思ってますので、逆に、まあ、こういうものが少しプラスされたというのが多分自分の印象かな。はい。でですね、ジェイマンではこちらですね。はい。このようにですね、はい。はい。このようにですね、例えばモデルさんであったりとか、ありがとうございます。はい。アーティストの方にですね、一応、はい、こういう消毒をしておりますようであったりとか、本日の体温、喉の痛みありませんかという形で、感染してませんということで、元気ですよということを一応証明していただきながら、検定を受けていただいております。はい。はい、では、ちょっとどんどん行きましょう。はい。はい、ではですね、3級の試験の内容を、簡単に、詳しくですね、説明をしていきます。筆記試験は45分です。はい。これは、マナー、知識、基礎であったりとか、前のイラストも、あるんですけども、アイブロウのイラストは、まあ、事前の準備、ね、練習で、あとは、試験はですね、選択問題と丸×問題なので、すべて書くというわけではありませんので、事前に勉強していれば、全然、受かる内容でございます。そして、実技試験は一応40分、ナチュラルメイク、
で、この後ですね、ナチュラルメイクの定義っていうものもちょっとお話ししようと思うんですけども、はい。ナチュラルメイクと、あとですね、マナーと仕上がりのテクニックですね。そちらの方を審査をしていくんですけども、先ほど言いました、ナチュラルメイク。はい。その話をちょっとしたいと思います。で、これからちょっとですね、テクニックの話になってきますので、はい。お待たせしました。はい。では行きましょう。はい。で、一般的に言うですね、ナチュラルメイクの定義っていうのは、実は結構曖昧な部分がすごく多いんですね。はい。例えば今ね、ちょっとビジュアルを見ていただいてますけども、例えば、ベースメイクだけで仕上げても、まあ、ナチュラルなメイクとしても成り立ちますし、はい。あと、眉毛もそこまでかかなくて、眉マスカラで少し整えるぐらいでも全然 OK な今は時代になっております。はい。で、その中でですね、じゃあ実際に、一応技術検定という形なので、ジェイマンのナチュラルメイクはこういうものですよっていうのをね、定義として掲げております。はい。ね、それがこちらになります。はい。ジェイマン3級の検定のですね、ナチュラルメイクの定義になります。はい。こちら、まず上からいきますね。はい。まずは、フルメイクであること。はい。先ほど言ったように、今は、本当にですね、アイラインを例えば引かなくても、マスカラ例えばつけなくても、ナチュラルメイクとしては、ね、ナチュラルに見えるとももちろんいいんですけども、やはりフルタッチ、すべての過程をすべてメイクアップすることっていうのがまず一つの前提になっております。はい。技術が見えませんので。はい。で、続いて、使用するカラーですね、色彩は、顔の中にある色味や、顔周りにある色味、そちらをですね、おすすめしております。はい。もちろん寒色系でももちろんいいとは思うんですけども、やっぱナチュラル、肌馴染みがいい色を選んでもらった方が顔には馴染みますので、例えば肌色のベージュであったりとか、まあ、目元の白黒、茶系、はい。あとは暖色系ですね、血色である。はい。そちらを選んでもらった方が、馴染みがいいのでナチュラルに見えやすいですよということでお勧めしております。そして、はい。テクニックを審査する検定になりますので、例えばアイブロウの形を出したりとかですね、あとグラデーション。例えばあとリップですね。リップも、もちろんナチュラルに薄くてもナチュラルではあるんですけども、テクニックをね、ラインのテクニックを見たいですので、多少このラインが見える色味とラインが出るような仕上がりにしてもらうっていう前提があります。はい、で、これ、以外はですね、基本的には自由な形になっておりますので、これを守っていただいて、メイクアップをナチュラルに、お顔に合うようにですね、仕上げてもらえると。それが内容になっております。はい。ここも大丈夫ですかね。はい。ではですね、ここから、一度3級のことは終わりましたので、ちょっとね、次はちょっとボリュームをアップしましてですね、2級の検定ですね。そちらの方に入っていきたいと思います。で、これからはですね、まあ、検定の内容もそうなんですけども、メイク、例えばデザインをするときに、色であったりとか形、質感、そういうものを絡めながら、デザインをしていくっていうふうに入ってくるんですね。で、その中での、まあ、考え方であったりとか、色の知識であったりとか、色のイメージ、はい、形のイメージ、そういうものをですね、ちょっと皆様に、勉強、まではいかないかもしれませんけども、そういう形でですね、進めて、お伝えをしていこうかなと思っております。はい、で今はですね、ちょっとね、イメージの違うお顔立ちとメイクアップをちょっと出しておりますけども、では行きましょう。はい。はい。2級検定についてはですね、一応実技のみという形になっております。内容は先ほど言いました。テーマに合ったイメージメイクアップができることができると、仕上げることができるんですね。簡単に言うと、一目見て相手にイメージが伝わるお顔立ちにすれば OK ということです。はい。この時にね、仕上がりの強さは気をつける。一応こちらに記入してあるんですけども、やっぱりですね、相手にイメージが伝えるって、やっぱりメイクアップを多少ナチュラルよりも、色であったり形を結構強めに出す必要はもちろんあるんですね。その時にですね、あまり強すぎてしまいますと、一般的にからですね、結構な、例えば舞台メイクまで結構強くしてしまいますと、やはりそのまま外を出ると、やっぱり、違和感感じてしまいますよね。なので、そういうちょっと仕上がりの強さっていうのも、ちょっと、調節をする必要は、あります。はい。はい。
こちらですね。合格するために必要な知識とテクニックの説明をします。はい。まず1番。色、形、質感、それぞれのイメージの理解があること。そして、テーマに合った、これ大事ですよ。はい。モデル、これ、モデルさんを連れてくるっていうのが前提なんですけども、テーマに合ったモデルを選ぶことっていうのはとても重要になります。はい。毎年デイマンではですね、テーマを2つ掲げておりまして、そちらから2つのうち1つ選んでもらって仕上げてもらうという形になっております。で、その際にはですね、やはり、テーマに合ったモデルさんの造形であったりとか、その造形からつながる印象のイメージですね、その理解が必要になってきます。続いて、はい。メイクバランスですね。そちらの理解があること。これも結構ね、仕上がり、とても重要ですので、この理解っていうのも重要になってくると。はい。ではですね、早速ちょっとね、メイクアップのちょっと細かい、テクニカルな部分をちょっとお伝えをしていきたいと思います。はい。お話を聞くと多分、受かると思います。はい。では行きます。まず、色と形と質感のお話をしたいと思うんですけども、多分皆さんにとっては、色と形って多分身近にあるものなので、それよりはね、質感って結構難しいイメージがあるんじゃないかなと、ちょっと私は思うんですね。なので、初めにちょっとね、テクスチャー、質感のちょっとお話をしたいと思っております。はい。で、一般的に質感ね、見た目の部分に主になるんですけども、例えば、まあ、柔らかさ、硬さとか、キラキラ、ギラギラとかね、透明感とか、みずみずしい。はい。そういう単語をね、使っていますけども、コスメになりますと、このようにね、マット、またはね、フォギー、今、フォギー肌って言ったりしますけども、ツヤ肌であったり、ハーフマット、あと、シア感、透明感、はいですね。あとは、みずみずしい、ウェットな状態、まあ、ラメ、シマ、まあ、ラメがすごい細かいのシマーって言うんですけども、あとは、パールであったりとか、メタリック、グリッター、様々、質感がありますよね。で、質感でこのイメージをつなげるかっていうと、なかなか難しいとは思うんですけども、一応何事もデザインにおいてはですね、必ず色と形と質感が合わさって一つのデザインになっているわけですね。で、その時に、メイクよりもね、ファッション、服で想像するとわかりやすいので、ちょっと例え話しますね。で、色と形とね、質感はね、素材だと思ってください、素材。はい。例えば、色と形。はい。色は黒のジャケットとしましょう。はい。黒のジャケット。で、その時に素材を何にするかで結構変わる。例えば、毛糸で作った黒いジャケットと、レザーで作った黒いジャケット。想像してみてください。はい。色と形はある程度似てますけども、やっぱ見た目全然違いますよね。はい。そのように、やはり、色も形も重要ですけども、やっぱり質感も結構すごく重要になってきます。なので、イメージと連動すごいしやすい色とか形あると思いますけども、質感も少しですね、組み合わせながらですね、どうやって見せていくかっていうのも考えるのもメイクアップの楽しさの一つになってくると思います。はい。では、続いていきましょう。はい。ではですね、色のイメージ、はい、いきたいと思います。はい。こちらね、色の表というものをですね、ちょっと用意したんですけども、はい、いかがでしょうか。これは暖色系。はい。で、逆がですね、寒色。まあ、ブルーとか多いもの。右から左手の、はい、枠ですね。あとは、上と下になりますと、上になるにつれて、まあ、パステル系のもの。はい。例えば、まあ、軽い色ですよね。はい。柔らかい色味。まあ、結構この若々しいって感じの、軽く若々しいイメージのある色味っていうのが上に。はい。で、そして下になるにつれて、まあ、深みであったりとか、色の濃さですね。硬さ、硬い色が出てくるんですけども、そうすると、まあ、落ち着きであったりとか、まあ、大人っぽい色味っていうふうに一般的に言われてるんですけども、この表をちょっと見てもらうとわかるんですけども、結構まあ、一般的にまあ、単語も入ってますので、この語群は結構カジュアルに見える色ですよであったりとか、ダンディ、例えば、プリティであったり、エレガント。はい。こういう表ですね。ちょっと一目見ると、多分、よくよく考えれば、あ、そうだよねって多分、皆さんもわかると思いますけども、このようにですね、色から来るイメージって結構ね、食感的に感じる部分ももちろんありますので、把握をしておくと、とてもね、便利になります。メイクアップ、色をかなり使う、職業ですので、こういう知識、単色の色のイメージもそうですけども、
この色の色彩はこういうふうに見えるよっていうふうに、理解しておくってこともすごく重要になりますね。はい。では続いていきましょう。はい。大丈夫ですね。はい。ではですね、続いては、形と、まあ、それに伴ったイメージですね。はい。そちらの方をちょっと説明をしていきたいと思うんですけども、はい。これ、横の枠で、片方が直線的なお顔、で、もう片方が、曲線的な、ラウンドですね。はい。で、上がね、ちょっと若、ソフトであったりとか、下が大人っぽく見えたりっていう部分が一応あって、印象を、皆様にお見せをしたいと思うんですけども、この曲線と、まあ、直線、よくよく考えると、人のお顔って、本当の直線な部分って、本当少ないじゃないですか。はい。で、本当曲線の部分で顔は出来上がっております。で、その中で、曲線も直線のある部分の中で、まあ、直線がちょっと目立つお顔立ちであったりとか、曲線が目立つお顔立ちによって、あ、顔がちょっと直線的だね、であったりとか、曲線的だね、ラウンドっぽいね、丸みがあるお顔だね、っていうふうに感じるわけですね。で、その中でですね、はい。ラウンドが多くて、ですね、若々しいイメージだと、ちょっとこの、グループですね。はい。逆にちょっと、曲線が多くて、大人っぽいお顔立ちだとした女性らしく見えやすくなると。そして、直線的でちょっと若々しいイメージだと、まあ、さっぱり見えると。で、続いて、まあ、直線的で大人っぽいと、まあ、マニッシュ、ちょっと男性的な、まあ、例えばクールとかそういう部類に入ってくる。こういうマップに、大きく分けて4つに分類されます。で、これはですね、昨日、はい、山口東子さんがですね、印象イメージで使われている部分と、ほぼほぼ一緒でございます。昨日ね、見ている方がいたら、多分、あ、なるほど、あ、この前言ってたね、っていうのは多分すぐわかると思うんですけども、このように、イメージのね、表を作ってあげると、一目でわかると思います。で、続いて、はい、これですね、はい、モデルの造形、印象を理解する、そして、バランスを理解すること。で、この時にですね、大切なことなんですけども、テクニックだけではですね、やはりイメージに少し近づくだけで終わってしまうんですね。そのイメージに完璧に行く前に。はい。で、これ何かというと、例えば、例えばキュートとしましたら、キュートに見せるメイクをただすれば、それがキュートになるかってそうではなくてですね、やっぱりキュートに見せるテクニックってすごい数多くあるわけですよ。で、その中で、モデルさんの造形に対して、あ、この人だったらこのテクニックをチョイスして使おうというものがすごく大事になってくるわけです。はい。なので、例えば、キュートのテクニックをすべて詰まったお顔にしてしまうと、やっぱりちょっとゴテゴテしてしまったりとか、あとメイクをしすぎてしまったりとか、はい。今で言う厚化粧ですね。風になってしまったりとかしますので、やはりそのテクニックはしっかり持ってるけども、人それぞれ使うテクニックは同じところもあれば、あ、この人はちょっとこのテクニックはやめてもそのままキュートに見えるなっていうふうに、プラスマイナス、それをしてあげるってことがとても重要になってくると。ではですね、はい。先ほど言いました、こちら、造形と印象のイメージマップなんですけども、例えばこれを、例えば印象のイメージで、はい、出しますと、このような印象に、はい、なります。例えばですね、これ、有名な、まあ、タレントさんとか芸能人で例えて言いますと、これはまあ、お顔の造形とか、あと、こういうイメージで売り出してますというね、そういう、多分キャラで売ってる人っていうのもちょっとね、含まれますけども、例えばキュートな部類になりますと、まあ、橋本環奈さんであったりとか、年齢ちょっと上になると、宮崎葵さん、長作ひろみさんであったりとか、そういう部分はキュートな部分。逆に、その下のゴージャスになりますと、まあ、加納姉妹さんであったりとか、杉本彩さん。あ、多分イメージわかりますよね。はい。で、その下、アクティブになりますと、まあ、行動的、キャリアウーマン的なイメージでありますので、まあ、篠原涼子さんであったりとか、真ん中のエレガントとかクラシカル、ミステリアスになりますと、例えば、堀北真希さんであったりとか、小雪さんとかですね、上戸彩さんであったりとか、はい。
そして、まあ、フレッシュ、右上ですね。その部類になりますと、例えば、吉瀬美智子さんであったりとか、木村多江さん。そして、右下ですね、クール。これわかりやすいが、富永愛さんであったりとか、黒木明沙さんですね。そういう方たち、見た目も、はい、結構シャープなお顔立ちで大人っぽいお顔。はい。ね、その部分にこう分類をされていきます。で、この時にですね、先ほど検定でのお話になりました、イメージに合ったモデルさんを連れてくるっていうのは結構ですね、ポイントになってきます。はい。で、その時にですね、ちょっと例え話をしまして、はい。今、二人、出させていきます。はい。これ写真はね、まさかにちょっとイラスト風になってます。はい。ですね、はい。藤田ニコルですね。ニコルンさんと、はい。富永愛さん。例えば、二人ともいろんなね、雑誌とか広告に出ている、まあ、一流のモデルさんでもありますけども、はい。例えば、この表の中に、まあ、どこに当てはまるか。はい。そういう時には、はい。こちらに、の分類になってくるわけですね。なので、例えば、テーマが今年はじゃあクールですよ、といった場合には、富永愛さんを連れてきた方が、クールのメイクはとてもしやすいわけです。逆に、まあ、本日はキュートですよ、キュート系のテーマですよ、といった時には、こういうのような、ニコルンさんですね、藤田さんのような、お顔立ちの方を連れてくるととてもメイクがしやすいんですね。で、このメイク、例えば、富永愛さんの場合ですね、キュートなメイクを逆にしてみようっていうのはもちろんいいとは思うんですけども、やはり元々のお顔立ちがクールなお顔立ちなので、キュートに持っていく場合には、例えばそれを、例えばシャープで大人っぽいお顔立ちを崩すようにより強い形と色味質感を強調して使わなければいけません。で、そうするとお顔立ちはどんどんキュートにはなるんですけども、やはり富永さんの持っている良い部分の個性っていうものはなくなってしまう。はい。プラス、濃い顔立ちになってしまうということですね。はい。なので逆に、芸能人としてのキャラとしてはなくなってしまうわけですよ。はい。なので、例えば、まあ、企画としてですよ。私が、まあ、ヘアメイクで関わるんでしたら、富永愛さんをキュートにしようという場合でしたら、まあ、メイクというよりも、お顔立ちはそのまま、まあ、きついメイクはせずに、例えばヘアであったりとか、ファッション、トータルビューティーですね。それで、まあ、キュートに持っていく。というようなご提案をしていく。何となくありますかね。こういう考えで、捉えていくと、結構ね、こう大きい、はい、くくりで考えることができるんじゃないかなと思います。はい、では、続いていきましょう。はい。で、今度ですね、はい。2級を合格できる、受けていただいてですね、合格するとですね、こういう技術が身についてるっていう自信にもなります。はい。上からいきます。モデルの造形分析がまずできるようになると。はい、続いて、造形分析からイメージにつなげることができる。はい、そして、メイクのデザインに必要な、はい、色と形と質感ですね。はい。その知識が分かって、組み合わせてデザインができるということですね。そして、やはりこの造形に対してのメイクのアドバイスであったりとか、あと、モデルもしくはお客様からの相談、はい、を受けることもできますし、またはですね、もともと持っている自分の好きなイメージから、またイメージチェンジですね、新しいイメージ像を提案とか、そういうこともね、できるようになってきます。はい。では、続いて、一級ですね。はい。いきたいと思います。はい。今このように、はい、ずらーっと、ビジュアルを見せております。こちらのビジュアル、私のものではなくて、一応、無料で使える写真を、ちょっとお借りしまして載せております。このようにですね、一級に関して言うと、ヘアメイクに限らず、メイク顔だけにとどまらず、ヘアメイクプラスファッションですね。全身の、はい、トータルビューティーですね。そちらの表現ができるという形になっております。はい、内容が。簡単に言うとですね、TPO であったりとか、あとシチュエーションですね。そちらをちゃんと理解して、トータルでデザインができるというところと、あとは、やはり、一級二級って、モデルに対してっていう部分がありましたけども、一級はですね、メイクアップアーティスト、アーティストとしての表現もプラスアルファできるかっていうのも、一応、審査の内容になっております。ですので、はい、まず一番、はい、シチュエーションを設定することですね。なので、ちょっとファッションっぽいものもいいですし、舞台っぽいキャラクター、はい、クリエイティブなものでもいいです。
年代の設定であったり、例えば結婚式とか、そういうものも TPO、シチュエーションにも限りますよね。はい。例えば、そして2番ですね。はい。2級は合格者ですよね。2級のレベルの知識とテクニックを身につけていくこと。はい。そして、お顔だけではないので、ヘアスタイリングですね。はい。それの知識とテクニックが必要になってきます。はい。そして、はい。全身ですので、はい。ファッションを含めたトータルバランスの知識が必要になってくるということになります。はい。で、こちら、はい。合格できるということはですね、やはり、まあ、幅広い知識と技術を持っていること。そして、様々なモデルやですね、あと、現場でも対応できるアーティストとなっているわけですね。はい。なので、やはりですね、いろんな現場に行くと、同じ先ほどね、初めにお話した通り、ナチュラルメイクでも、舞台のナチュラルメイクなのか、はい。それとも、まあ、着物に対してのナチュラルメイクなのか、夏服のナチュラルメイク、もしくは、冬、はい。結構厚手の服を着てるナチュラルメイクなのか、細かく言うと結構ですね、ベースの違いとかですね、ツヤ感とか、そういうものも少し考えながらしないと、やっぱ違和感って、統一感って結構重要ですよね。なので、やっぱりそういうものを考えるメイクの捉え方っていうものが一級になると身につけることができるようになります。はい。はい。一級はね、ちょっとさらっといきましたけども、これですね、ずっと話していくと、ちょっとね、時間がオーバーしてしまいますので、ちょっとですね、今、今までないぐらいですね、ちょっとジェイマンのことを、ちょっと、検定のことをですね、ちょっと技術と一緒にですね、お伝えをしました。なので、ジェイマン検定をお持ちでない方は、ぜひですね、どんどん、チャレンジしていただきたいと思っております。で、この後ちょっとですね、まだ、少しお時間いただきまして、こちらのお話をしようかなと思っております。はい。で、これはですね、まあ、今日はですね、ジェイマンのお話もし、検定のお話もしましたけども、これ私がいつもですね、気をつけている、まあ、仕事の上で、メイクをする上で気をつけていることをちょっとお話ししようかなと思うんですけども、まず一番ですね、はい、こちら造形に合わせるメイクのお話なんですけども、例えば、私に合ったメイクをしてくださいっていうふうに一般の方によく言われることも結構多いんですけども、まあ、造形に合わせる、はい、私の顔に合った、で、それを言うとですね、例えば、頬が丸いお顔の人には、例えばチークにしましょうか。はい、合わせるんでしたら、やはり丸い、頬がちょっとね、丸さがある方に対しては、やっぱ丸く入れた方が造形に合ったメイクにはなるわけですよ。皆さんもなんか想像つきますよね。はい、シャープなお形にはシャープ。はい。その時に、やはりそこから一歩進むことが結構重要で、例えばこの丸みが、あるモデルさんに対して、はい。そのモデルさんは丸く入れたいかどうかですよね。それは。はい。そこがとても重要な部分になっておりまして、もしかしたらこの丸さが、あまり自分としては好きじゃないかもしれないと。はい。で、そういう場合には、どうすればいいかって言って、一応、やり方二つ、一応、例えばありまして、まあ、例えばこう丸みをあんまりなくしたいと。そういうときには、一応、直接的なやり方と、あとはもう一個、間接的なやり方、二通りあると私は結構思ってまして、一つは、まず直接的なやり方としては、まあ、ここの丸みを抑えたいので、直接ここに、まあ、シャドウであったりとか、チークだと、こう骨格を見せて、丸さをより立体的に見せて、シュッと見せてあげるというやり方の直接的なやり方ですね。あと、間接的なやり方っていうのは、例えば、造形見たときに、ここではなくて、例えば、眉毛の眉尻を長くしたり、あとは目尻ですね。そこを長くすることによって、比較ですね。ここの幅を出すことによって、これをこうすることによってシュッと見せるやり方。そういうやり方があります。なので、一概にね、造形に合わせるって言ってもですね、とても大事なのは、まずね、そのモデルさんがどんなイメージになりたいのかっていうものをまず理解した上で、で、そこから、じゃあ、あなたの造形なので、ここをこうしましょう、ああしましょう、ああ見せましょう。で、それが、まさに、この造形に合わせる、イメージに合わせる、ということになるんじゃないかなと思って、日頃、私は気をつけております。はい。じゃあ、続いて、はい。メイクのバランスの話ですね。で、こちらはですね、簡単にちょっとビジュアルがありますので、それ見た方が多分分かりやすいかなと思いますので、そちらを
ちょっとお見せしたいと思います。はい。今回ね、お伝えするバランスなんですけども、はい、こちら。ね。はい。顔の造形の特徴を理解しておくと、メイクのデザインしやすいですよ、ということで、ちょっと簡単にお伝えをしようと思っております。はい。まずですね、こちらを見てもらいたいんですけども、もうすぐ終わります。長いから大丈夫ですかね。はい。仕上がりのメイクのバランスってとても大事ですよね、皆さん。はい。で、このビジュアルちょっと見てもらいましょう。はい。どうでしょうか。はい。一番右を見てください。はい。眉とか目元もはっきり出して、リップも濃くて、チークもしっかり出してる。はい。これはメイクアップとしてはメイクしてるんですけども、まあ、今の時代ここまでメイクしてると、あんまり外には出ませんよね。多分、ね、例えばメイクスクールとか、そういうところで授業としてはあるかもしれませんけども、一般的にはここまでメイクして、する、毎日してるって、外に出る機会ってあんまりないと思うんですね。逆に、まあ、真ん中に、結構まあ、全体的に薄めにナチュラルで落ち着かせたりとか、左側の、まあ、目元ちょっとブラウンにして、あとはちょっと引き目に感じで、まとめたりとか、このようにですね、メイクアップ、仕上がりのバランスってとても大事なんですね。皆さんもご存知だと思うんですけども。で、その中で一応分かりやすいポイントとすると、この目元と眉のアイエリアゾーンと、あとね、リップとチーク、リップエリアとチークってことで、これ3つに分けた状態で、それぞれにですね、一番強いところ、一番弱いところ、中くらいっていうふうに、強中弱の順番をつけてあげると、メイクのバランスが結構綺麗になるんですよ。はい。で、そのメイクのバランスを、綺麗にする、バランスを整えるっていうのももちろんあるんですけども、あともう一個はですね、目元であったりとか、リップとかチーク、それぞれ強くなると、相手に伝わるイメージっていうのはね、結構ね、固定化されてきます。はい。これをちょっと、簡単にちょっと説明をしたいと思うんですけども、こちら見てもらいたいと思うんですけど、まず、はい。目元を一番強くして、残りを少し抑えめにしたメイクっていうものは、はい。あ、ごめんなさい。こちらですね。はい。結構ですね、目元が結構キリッと見えますので、メリハリ、結構ね、強いメイクになりやすいんですよね。で、アイエリアって、目元ってやっぱり口元とリップと違って、暖色だけじゃなくて、黒とか、寒色系も使えるじゃないですか。なので、メイクアップとしては強さが出しやすい。はい。という部分、あと、ビューラーマスカラも、いろんな、ね、部位がありますよね。まつげの毛の部分もありますので、強くなりやすいというところ。そしてさらに、はい。まあ中身はね、リップ。はい。リップを強くすると、まあ女性らしさっていうものが強調されていきます。まあ顔のセンターにね、ある部分ですけども。はい。そして一番端ですね。はい。チークをメインにしたりとか、あと全体控えめにしていくと、やはりちょっと幼さであったりとか、カジュアルさっていうものが出やすくなってくると。はい。相手に与える印象が。はい。なので、一応これを大幅、大まかに覚えておくとすごく便利なのっていうのを最後じゃあこちらを見せますね。はい。先ほどのこの見てもらったマップで見てもらえると、はい。こんな感じですね。はい。ある程度に分類されられる、分類されやすいんですよ。はい。なので、結構ですね、例えばクールにしたいとか、フェミニンにしたいとか、ね、例えば大人っぽいとか、幼くしたいとかっていうには、まずはこういうメイクのバランス、お顔の立ちで、強くすると、そういうイメージになりやすいというのを把握しておくと、ね、このふうにちょっとある程度分類されますので、で、その中でさらに色であったりとか、質感であったりとかっていうのをプラスアルファ考えてあげると、より細かいメイクの設定であったりとか、シチュエーションの設定、そういうものができるようになるんじゃないかなと思いまして、私はいつも気をつけております。はい。では、以上になります。長い間ありがとうございました。池端さん。はい、お疲れ様でした。はい、もうずっと。ちょっと喋ってましたけど。はい、ずっと勉強させていただきました。まあね、やっぱり検定っていうことなんで、最初はね、やっぱり、どういうものかっていうのは皆さんね、興味津々に見られたと思いますし、でも最後の方、本当に分かりやすい、本当にそのバランスっていうところがですね、分かりやすかったですね。3つのゾーンに分けてっていう、そういう部分はね、いや、本当に写真でもありましたけども、僕は5つのポイントがあるっていう、僕も一応、ジェイマンの検定の
理事をさせていただいてるんで、たまにこうアドバイスさせてもらうんですけど、やっぱり上手な方っていうのは5つのポイントを押さえてますね。まずやっぱり質感という、先ほど言われた質感ですね。質感と、それからライン取り、それからその色選びとかね、色のバランスとか、で、グラデーションがやっぱり綺麗ですよね。で、最終的に今言われたこのバランスがあるっていうことで、やっぱり上手な方、メイクが上手だし、なんかこう、オーラがある。そういうメイクっていうのは、そういう今説明されたところが全てねフィットされてるなっていうのが本当によく理解できて楽しかったですし、勉強になりました。はい、で今コメントいただきました。河野さんからすごい勉強になりましたということでね、はい、ありがとうございます。小田のなっちゃんも見ていただいてます。はい、これなんか点ってなってます。今打ちかけてるっていう感じですね。はい、いうことでございます。何かね、他にも質問があれば、もう少しお時間もありますんで、せっかくね本当にこんな機会がございますので、何でも結構です。はい、改めて勉強になりました。昨日一昨日、西浦さんもねインスタの方でライブされてましたけど、すごい勉強になりました。ありがとうございます。はい、永久保存版の動画ですねっていう。本当ですね。はい、でも今45分間ずっとレクチャーしていただいたんですけども、はい、このやっぱり内容というのは本当に、まあ言われて永久保存版、すごく奥深いのを分かりやすくですね、そうですね、今凝縮した部分をこちら、凝縮ね、はい、本来だったら一つの研究をね、この時間で伝えられた方が多分理解度は多分高かったんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、ギュッとさせていただきました。はい、お疲れ様でございました。まあ本当にね、ご覧の皆さんで、これからメイクのこのアーティストを目指すぞ、僕のね生徒さんでも40、50から全く違うね、公務員とかいろんな、お仕事されてて、なんか自分でやりたいことに目覚めてやるっていうことで、メイクアーティストを目指すっていう方もいらっしゃるので、やっぱりぜひね、こういう本当に検定もね受けてほしいですよね。やっぱり本当に美容って深いですねって。はい、とうこさん昨日ありがとうございました。とうこさんもね、昨日本当に素敵なレクチャーをしていただきました。まあでもちょっと途中で結構ね電波の調子が悪かったんで申し訳なかったですけどね。はい、今日良かったですね、止まらずに。いや本当に良かったですよ、はい、昨日 の印象分析から続いて、今日のこのバランスの話、ちょっとね、いろいろと共通点がありました、ね、はい、うん、ありました、良かったです。はい、まあそう僕自身もですね、このメイクの検定を受けるまではフリーでやってる、要は多分フリーで仕事をしているメイクアーティストの方多いと思うんですね。で、僕がこのジェイマンという教会に知り合ったのが20年前なので、あの時この教会に、ね、知り合ってなかったら、この検定のことも知らなかったし、で検定を受けたらね、やっぱりちょっとこう自信にやっぱりねなりますよね。はい、先ほど言われたように、一つのまあ、メーカーのメイクアーティストもそれは素敵なんですけど、なんかこれで本当にいいのかなっていう、この胃の中の蛙になってるんじゃないかとかって一応不安があるわけですね、誰でもね。でもそれでこのメーカーの垣根を越えたこのジェイマンのメイク検定の中に、受けられたことによって、なんかいくつもこうなんか自信がですね、どん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 芽生えてきたっていうのをね、僕記憶してます、本当に。はい、はい、あ、邦子さんも見ていただいても内容充実してましたよということでね、ありがとうございます。はい、岡野さんは最終日の15日にまた ねカバーメイクで方でやっていただきますんで、よろしくお願いしてきます。なっちゃん、メイクは紙ではなく人に施すものなので、コミュニケーションを取ることは本当に大切ですよねっていうことで、ですよね。はい、ね、いや本当に先ほどの丸いお顔にっていう、あれすごく分かりやすかったですね。はい、やっぱりこのいろんな変身願望って一般の方々はお持ちだと思うんですけども、はい、福島さんから見られて、やっぱりそのご自身のこのお顔に自信の持てない方っていうのも非常に、まあ日本女性の中の方にもまあいらっしゃったんです。過去ね、もう今はちょっとなんかどんどん日本女性が元気になってるような気がするんですけど、そういう部分では西洋人に憧れて、なんか彫りが深い方がいいとか、そういうやっぱり時代的なメイクの流れっていうのもやっぱあるんでしょうかね。
やはりやっぱり今もね、情報がすごく多いので、憧れの顔って多分あると思うんですよ。うんうん、で、あと、まあ、眉毛って本当に時代によって形変わったりとかしますじゃないですか。で、その中で、やっぱり、まあ、ヘアメイクアップアーティストとしてやっぱできることっていうのは、やはりその人の、まあ、悩みもあるとは思うんですけれども、ここがあなたの強みですよであったりとか、ポジティブになる部分、そういうところを見つけてあげて、で、傷で、実際にタッチアップして気づかせてあげるっていうのはすごく重要なことなんじゃないかなっていうのは思っております。なので、ね、いつも決まったお顔をいつも綺麗にされてる方で、例えば違う色を使ったら結構いつもの私じゃないっていうのもあるじゃないですか、やっぱり。はいはいはい。はい、で、その中で、やっぱりその、例えばチャレンジもそうだかもしれませんし、まあ毎日ね、同じ服じゃなくて服も変えるわけじゃないですか。はい。そういうちょっとで気軽な感じで、あなたのいいところ、もっとこういうところ全然ありますよっていうのを見つけてあげるっていうのは、うん、やはり私もそうですけど、まあ、小林先生がすごい教わった部分かなっていうのは私は思っております。うんうん、なるほどね、はい。そうですね。まあ一つの中にこう固執せずに今みたいにチャレンジしていくね。昨日の東子さんのお話もありましたけど、メイクはどんどん着替えられるんだよっていう話で、間違っても流せばいいっていうように、洗い流せばいいっていうことで、どんどんね、自宅で練習をしていただけたらいいかなと思いますよね。はい、ありがとうございます。これから、最後になりますけど、これからメイクの検定を受けたい、もしくは今受けてる、チャレンジしている段階でですね、次のステップに行きたいという方に、まあ、アドバイス、最後に何かあれば。あ、なるほど。一応ですね、検定っていうのはやはり何もせずに受けて受かるわけではありませんので、やはり、まあ、どういう内容で、そのためにはどういう準備が必要か。それを、まあ、準備することによって、自分のテクニックであったりとか、技術ってものが身についていく部分になると思うんですよね。なので、やはりこういうスキルアップ、今からですね、より上手くなるっていうのもそうですし、そういう意欲があれば、検定、いつでも、これからですね、コロナが終わったら、落ち着いたら、どんどん開始しますので、ぜひともですね、受けに来てください。よろしくお願いします。そうですね、ぜひぜひ皆さんチャレンジしてください、本当にね。それから僕、たくさんの方々がこう検定ね、受けてる時の姿を見てね、僕いつも思うことがあるんですけどね、みんな一生懸命頑張ってるんですよね、一生懸命頑張ってるんだけど、この緊張感はみんな一緒なんですよ。で、その中でね、その緊張感の中で、いかに自分が自信を持って堂々とするかっていう、その姿、立ち振る舞いというのも、すごくやっぱりこれ大事かなって。多分河野さんの会の時にね、プロのカメラマンの方言われてました。自信を持って臨むということだけでこの顔が変わる、要は表情が変わるっていうことを言われてましたから、まあ検定を受けるんであれば必ずですね、もう私は最高のメイクをできるんだっていう自信を持ってですね、ぜひぜひ臨んでいただけたらと思います。モデルさんもね、それ見て、あ、この人にやってもらいたいと思いますね。そうですよね、はい、もう私メイク下手なんでごめんね、緊張してるんでってこんな人にメイクしてもらえたないですもんね。わかります、わかります。はい。どうも本当にありがとうございます。ゆうじさんの明るくて優しい人柄がよくわかり、検定の内容が明確で楽しいライブでした、ということです。とうこさん、ありがとうございます。はい。井口さんの方からありがとうございました。眉尻少し長くしようと思います。あ、さっきのこの、丸のこのあれですね。そうは言いながら、長すぎないように気をつけてくださいね。たまにいらっしゃいますもんね、 かなり長くて眉が下へ下がってしまうぐらい長い人いてますんでね。はい、ということで ありがとうございました。明日明後日ですね、あと2日間あるんですけども、はい、明日は明日でまたこのメイクアップフォーエバーのですね、アーティストの方が、はい、はい、それではユージさんと、ユージさんという場所もユージさんからぜひちょっとご紹介をお願いします。はい、明日はですね、メイクアップフォーエバーのアーティストのあきこさんがですね、素晴らしい技術をですね、皆さんにお見せ、お届けできると思いますので、楽しみにしてください。そして、15日の最終日ですね、はい、岡野先生が、カバーメイクアップですね、はい、そのテクニック、結構カバーメイクアップって、やはり、表にね、出るときってやっぱり気づかれないものなんですけども、やっぱりその裏の部分ですごい技術であったりとか知識が必要になってきます。その隠すものっていうのは。で、そういうテクニックをですね、岡野さんがご紹介してくださるので、楽しみにしておいてください。はい、はい、ありがとうございます、はい。それとですね、明日はですね、
あきこさんの方はインスタライブの方で、ライブ配信、11日にも、ね、西博さんがインスタでされていまして、でインスタももちろんそのスマホで見るのはすごく見やすいんですけども、明日もですね、せっかくなのでこのフェイスブックで同時にシェアをしながらちょっとやりたいなと思ってます。はい、ただですね、そのやっぱりちょっと電波をこう返してまた戻してシェアするので、どうしてもちょっと音声が途切れたりする可能性があるので、うん、今のうちにですね、こうジェインマンは、ハイフォンね、ハイフォンじゃない、アンダーバー、ジェインマンアンダーバーのメイクというですね、はい、ここを探していただいたら、インスタの方ですぐに出てきますんで、マーク出てきますんで、そちらをフォローしていただいて、でこちらでスタートして、で、Facebook でも両方見れるようにしていただいてですね、うん、パソコンで見るのと、スマホで見るっていうね、こういう両画面で見るっていうことも贅沢に見ていただけたらと思います。はい、5月14日はそのあきこさん、明日ですね。はい、それから15日ね、岡野邦子さんね、このためにお友達のなんかテレビ局で働いてた方のって言ったかな、なんかね、動画を作ってくれたんですって。そうですね、はい、その動画を、カバーメイクを分かりやすくするための、解説するための動画を、わざわざ作っていただいているので、それをですね、シェアをしながら解説をしてくれるということなので、はい、まあ、最終章ということで、5月10日ね、楽しみにして、明日も明後日もね、楽しみにしてお待ちください。はい、ということで、河野さんもね、ありがとうございました。明日も明後日も楽しみということでね、はい、なんとか、なんかあれですね、あっという間に、あっという間にですね、もう明日、明後日でなんか終わるんかと思うと、ちょっとなんか寂しい部分がありまして、ありますけどもね、はい、ぜひぜひ、明日も明後日もご覧ください。岡野さん、頑張って15日よろしくね、お願いします。はい、ということでね、今日も、無事に、ライブ配信をすることができました。本当に、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、ご覧になっていただいた皆さん、本当にありがとうございました。そして、福島さん、本当に、長い間、レクチャーいただきまして、ありがとうございました。ということで、まだまだ見て、見てください。まだまだ見てたいです。ということで、森田幸子さん、ありがとうございます。はい、また明日もね、ぜひぜひ、見てください。それでは皆さんね、この辺で終わらせていただきます。福島さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、また、明日、明後日、また見てね。ありがとうございます。